六等芸術中心は中国上海にある芸術家主導で運営されている展示施設及びクリエイティブプラットフォーム。これは2006年にフランスのキュレーター兼アーティストのトマ・シャルベリアが設立した。上海、香港、大の3カ所の支所とともに六等芸術中心は しっかり企画されたグループ展覧会で作品が展示される欧州と中国のアーティストを援助することを目的とする。フーボン綿ンコこの六島芸術中心2006年にトマシャルベリア、マルゲリータサルマソ、ジャンゴング、カンジンファングは上海の爆館山地120にあるフ風盆ン,ンココの複合施設へ六島芸術中心を最初に設立した。アラード。 バンホーンとマルゲリータ・サルマソが企画した透明な層、電気の都市がそこで開かれた最初の展覧会になった。2006年6月から2008年6月までシャルベリアはここでの監督を務めた。その2年間、六島芸術中心は遠くから這い寄ってくる高層建築に囲まれたレンガ街という立地、近代都市へ生まれ変わりつつある上海の恒例として知られた。 2008年6月、不動産開発業者から急に立ち退きを迫られ、六島芸術中心は、古い倉庫や工場に、ギャラリーが点在する爆艦山地50号へ移転し、今もそこにある。この新しい場所で、六島芸術中心は新進化あるいは著名な中国、及び国際的アーティストの売り込みを続けた。M50 はト外中心部の六島芸術中心2009年1月。 はじめに、シャルベリアは監督の職を、全員メリップに引き継いだ。2012年に、先生が六島芸術中心、アイランドロックシュガーデン、アイランドロックバンドの CEO となった。2015年に六島芸術中心は、各州の中国エンタメ情報誌、シティウィークエンドの読者投票で、ベストアートギャラリーに選ばれた。アートコレクティブは芸術中心で最も、 頻繁かつ大規模に行われる展示である。グループによる、この展示は、額で描けた絵に、LED でデジタルムービーを組み込んだような作品をしばしば使う。六島の作品群が扱うテーマは、近くへの関わり、摂し、都市開発、伝統と現代性や技術との対立、中国文化の歴史に踏み込む傾向がある。六島芸術中心はいくつかの高級ブランドと、 コラボレーションしてきている。2010年には、マカオのショッピングモール、ワンセントラルのルイ・ヴィトンメゾンギャラリーでの、雨降り星の展示で、ルイ・ヴィトンとコラボレーションした。2010年5月には、北京のレッドゲートギャラリーは、香港アートフェア2010で6頭の作品を展示する、ヨーロク島芸術中心を招待し、これによって、 同ギャラリーは6等アートコレクティブを上海の本拠に代わって展示する場所となり、2010年にはシドニーのホワイトラビットコレクションで、2011年には SH コンテンポラリーアートフェアでも展示がなされた。この提携は実りあるもので、北京の市運賢での2010年の展示、ガーデン・オブ・オータム・ベイパースや2011年の展示、エブリデイ・フレンジズにつながった。 2012年にレッドゲートギャラリーは6島芸術中心が抱えるアーティストの展示を北京の太古支店で企画した。6島芸術中心は2013年6月にレッドゲートギャラリーで単独展示も行った。現在、6島芸術中心は上海のアート街である爆艦屋まじで4カ所の拠点を持っている。2012年には 香港島内の北西部で新しいギャラリーを開設した。この香港支部は、工業大道西の交差点の新米一港にあり、マルチメディアとインタラクティブな作品を通じて、アジアの社会問題を探求する新しいメディアアートを展示している。2013年10月に六島芸術中心は、上海のワイタンに3番目の支部を開設した。ここは、以前に、 紅れい最東大芸術画廊があった場所で、復讐路と中山寺の角にある。ここは、ボランティアと上海を拠点とするアーティストが運営しており、六等アートコレクティブの支援を行っている。ありがとうございます。